さあ隊列が今最終セクション加速してきてシグナルが消えて今スタートしていく。さあまずはインガー取って小倉、こうちょっとね今スタート加速がんっていうところあったんですけども、なんとか守っていけるかというところですが、うん、後方からも来ている27号車大奥さんがトップに立つ。そしてその後ろには、これは池田が来ているんですね。池田が来ています。そしてその後方からは赤のヘルメット、これは23号車の木村ですね。木村が来ている。さあ池田が2番手、そして前に来たのは大奥さん。さあこのうわやはりこのどこのコーナーでもなんかお互いのポジション取りって感じになってますね。でこれやり合えばやり合うほどねペース落ちちゃうんで、そのあたりが難しいところ。おっと、そして今急コーナーは2台のマシンが止まっているが、あれこれって28号車と17号車ですね。角田と長沢ですか。角田と長沢が止まっています。さあオープニングラップ、5コーナーからインフィールセクション、トップが2台となって大草がトップ、27号車の大草 LH ヒロテックス、それを追いかけて池田優斗がそのテールにピタリとついている。でその後ろからは木村が今、小関でしょうかね、木村でしょうかね、この辺りが今前行こう前行こうというふうに言っています。さあそしてポールスタートだった小倉は今7番手で先ほどコントロールラインを通過していきました。大草、池田、そして木村、加瀬、小関、名取、森田、そして小倉、小島、小林、青柳はどうでしょう。14番手だからこれほとんどあの順位、まあ、2つ上げたことになるんですね、まあ、実質はね。さあトップ2台、そして3番手争いの2台、そしてその後ろからは5番手争いの3台というところになります。大草対池田のトップ争い、そして木村対加瀬の3番手争い、その後ろは、小関、名取、森田の5番手争いというところになります。さあスリップぴったりついていくこの争いの後ろのね、まず2番手の池田、そして加瀬4番手ですね。これがもうスリップぴったり使っていくっていうようなところになります。まあ池田もなんだ去年のここ須郷でね、表彰台の中央に立って、まあ、今年その須郷の全日本は2回目なんですけど、前はねあの2位表彰台ということでちょっとこう悔しいところありましたけども、まあ、今回またその表彰台の中央に向けてというところになっているこのレースです。さあそして今トップの大草44秒083、ファーストストはですね木村以降のその3番手あたりがもう43番手になっています。43.7。さあそして今トップの2台に対してその後ろ43秒台の木村加瀬あたりが近づいてきます。今これはどうなんでしょうね、大草のタイムと池田のタイムというところは、まあ、似てるんですけど、これ、まあ、あのピタリついてるんでね。でさあ木村加瀬が近づいてきて3番手4番手が近づいてまいりました。トップ争いは今4台に膨れ上がろうというところです。ラップタイム差がねほとんどないところでタイムトライアル終了してるんで、ワンチャンスっていうのは非常に大事ですね。でお互いこうタイムが上がらないところになるんで似てるんで、ワンチャンスで失敗すると後ろがぐーっと近づいてくるっていうね、そういう状況になります。6周目に入っている大草43秒7とタイムを上げてきた。池田も43秒7、まあこれそうでしょうね、ここのとこね。で後ろの木村43秒6、4番手加瀬43秒5というところになってまいりました。その加瀬が今、ファーストストですね。4番手の加瀬がファーストスト、これねどうなんでしょうね、大草タイムが思ったより上がらないんで、池田もこうなんとかこう前に行きたいなっていうそういうところあるんでしょうけども、無理していってもしょうがないっていうそういうところでしょうか。さあ16号車森田は今ちょっとアピールしながらね、メインストレート行きましたけども、さあ池田が4コーナーのインガーに入っていった。さあ立ち上がり部分はどうだ、大草5コーナーのインガーに入ってくる。さあ4台が並んでくるぞ。さあそして6コーナーから7コーナー木村も後ろからついていく。7コーナーのインガーを取ったのは池田、そして2番手に上がっていくのは木村、
大草、そしてその後ろからは加瀬という順でいきます。さあ大草が今度は木村をかわして2番手に上がっていく。いやもうねトップ争いこれずっと近づいてきましたよね。後ろの方もずっと近づいて、加瀬ちょっとその最終の立ち上がり部分ちょっとミスったか。その後ろが大渋滞になってくる。23号車の木村あたりから大渋滞になります。もうねこれねやっぱりタイム近づいてるんでトップ争いがどうのこのっていう状況じゃないですね。もうトレイン状態でもう行くとこ行くっていうような状況になっています。ここね本当冷静にならなきゃいけないですね。この一瞬のポジションを上げるというのはその前のポジションを今度離れていくってことですから、そこどうやっていくかですよね。前回の最上川もそうだったんですけど、こうブレーキングで入っていけるポイントっていうのはたくさんあるんですけども、そこ入っちゃうとそこから先にきついんですよね。さあそして今池田のチームがオレンジの T シャツピットから非常にこうね力強い応援。さあそして大草がその池田のイン側に入っていった。加瀬もそのイン側に入っていくぞ。5コーナーでイン側を守っていくのは池田、加瀬がこの外側を守っていく。いや大草またトップに立ちます。しかしその後ろトレイン状態、またここはトレイン状態。さあ大草が今7コーナー若干インガーのラインを取っていった。ああ加瀬ちょっと加速しない。8コーナーのインガーを守っていく。後ろからは木村が来る。いやこの辺りはちょっと1台がね加速失敗すると後ろビタリついてきて大混雑になってまいりますね。さあ大草がトップ、そしてその後ろからは池田テールトゥーノーズ、木村が3番手に上がってまいりました。そして加瀬が来て森田というところになります。この3番手争いで、その後ろからは名取と小倉の6番手争い。小倉が順位を一つ上げていく。4コーナーのイン側に入ってまいりました。さあ立ち上がり、ここは地元だからこの辺りはよく分かっています。6番手に上がっていった小倉、まあこれスタートポジションねちょっともったいなかったですね。ポールポジションからスタートだったんですけども、ちょっとこの炎上とかねあったんでしょうかね。メインスロート部分での加速ちょっと悪かったようなね感じで、そこら辺でこう混雑したところがあった。しかしここら辺をうまくまとめてきて、まあ一つでも順位を戻していこうというところになっています。さあ小倉対池田のトップ争いで、その後ろの木村加瀬、この辺りもラップタイムみんな近づいてるんでね、43秒7っていうところになります。でタイムトライアルだけで見ると43秒3まであるんですが、この部分でそんなにタイムが落ちるってことはないんで、やっぱこうバトルしていくとこういうことになっていきますよね。お互い前にいる方もこの状況だと入られちゃう、ブレーキングであとお尻見せられちゃうと結局前行かれちゃうって分かってるんで、なかなかこうタイム上げられないんですよね。ただこれ今トップ2台と3番手以降はちょっと離れてまいりました。3番手以降の木村、そして4番手の加瀬、森田というところですか。この3番手争いの3台、これがちょっと離れてきます。でそれを追いかけていく6番手の小倉です。さあそして大草この周43秒65に、池田43秒677。まあ5コーナーあたりも今 2台ずつがなんか2列になって入っていきますね。あんまりこういうことないですけどもね。これはどこら辺だろう、10番手以降かな、小島、小林、平賀、高橋あたりですね。さあ13周目に入ってまいりました。トップ走行中の大草は今ベストアップを更新の43秒591、池田はそのタイムを上回って43秒575です。ファーストテストを見ていくと29号車の、小倉翔太ですね、ポールポジションからスタートして現在は6番手を走行している小倉ですが、43秒401、先ほどもう1周前か11周のラップがファーストテスト43秒401です。さあ池田にこれ冷静さがあるとすれば、最終ラップの S 字とかって話になるの。そうすると後ろが近づいてきて大混乱のままの最終コーナーの立ち上がりってこともありえますよね。14周目に入っていきました。ちょっと今木村が立ち上がり悪かったところなんですが、加瀬そして森田がいやちょっと前行ってよ。さあそして加瀬が入っていく、木村をかわして4コーナー、青のヘルメットの加瀬が、さあそしてその後ろも大混雑になってきている。
1台がこうポジション争いするとその加速が悪くなるんで、そこで後ろが近づいてきちゃうんですよね。大混雑になってまいります。さあそして木村の後ろからかなりこうレイトブレーキングで森田が入っていったようですね。今ね加瀬、森田、そして木村という順になります。でそれで今加瀬が単独の3番手に上がったのかな。これでさあ15周目に入って残り2周を切りました。コース上は FP ジュニアクラスの予選ヒートです。16周で戦われる予選ヒート、決勝のグリッドを決めていくこの順位なんですけれども、まあタイヤのね、なんていうかな、こうライフのことを考えたりするとあんまり無茶もできないんですけども、でもまあこれだけタイムが拮抗していると一つの順位を上げるのって本当大変ですから。さあそして今大草に対して先ほどのラップ池田はコンマ05ぐらい遅れてるんですね。さあそして今大草の後ろをピタリとついてきてスリップストリームをついてきた池田。さあそしてファイナルラップでワンチャンス仕掛けていくのか。3番手争いもこちら先ほど並んで入っていった1コーナーですが、大草4コーナーのインナー守っていった。これは立ち上がりがきつくなるぞ。さあ5コーナーも若干インナーから池田そこを分かって立ち上がりは5コーナーから6コーナーに勝負というところか。あちょっと外行き過ぎた。さあ7コーナー大草がここは守っていきます。その後ろは3番手争いの加瀬、そしてその後ろ森田でしょうかね。これねさあ8コーナーも若干イン側のラインから、さあ今度はアウト側から立ち上がりのラインの池田、チェッカーフラッグが回っている。最終コーナー立ち上がって決勝のポールポジションを獲得するのは大草、そして池田2番手、3番手には加瀬、森田が4番手、5番手木村、6番手名取、7番手小関、8番手に小倉翔太、9番手小林、10番手高橋、11番手渡辺健吾、12番手小島風太、平賀翔吾は13番手、14番手坂井、青柳15番手ですね。これ決勝どうするんでしょう。これ大草力決勝のポールポジションを獲得して、で地元の池田、この2台もかなりやり合うことがねこの後予想されます。加瀬俊介は前回のレースは表彰台の中央どころか表彰台にすら乗れませんでした。加瀬ここはね期するものがあります。3番手スタートとなっていく。森田4番手、そして木村伊織は現在シリーズランキングの3番手、17ポイント青柳との差がありますが、その青柳は15番手スタートとなる決勝レースです。